女性死月間は歴史上の出来事あるいは現代社会の出来事に対して女性が行った貢献に焦点を当てると定められた月間のことであり、毎年行われる。アメリカ合衆国、イギリス、オーストラリアでは国際女性デーである3月8日に合わせて3月に実施されるが、カナダでは元老院の女性の参政権が認められたことを祝う。 記念日である10月18日のパーソンズデーに合わせて10月に行う。2013年3月18日にホワイトハウスのイーストルームで女性主月間のレセプションを行っているバラク・オバマ大統領。女性史週間アメリカ合衆国においては女性主月間の期限は1911年の最初の国際女性デーにまで遡る。1978年に カリフォルニア州その場の学区が国際女性デーである3月8日を中心にイベントを行う女性史週間を開催した。1979年に歴史家のゲルダラーナーが議長を務め7月13日から7月29日までサラ・ローレンス大学で15日間の女性史に関する学会が開催された。これはサラ・ローレンス大学ウィメンズ・アクション・アライアンス スミソニアン研究所が共同開催したものである。この学会参加者は、その間軍の女性詩集館が成功したことを知り、自身の組織やコミュニティ、学区などで似たような記念イベントを催すことにした。全国女性詩集館を実施するため尽力するということについても合意が得られた。1 9 8 2年2月、 ジミー・カーター大統領は1980年3月2日から8日までを全国女性週間とするという大統領布告を出した。この宣言はゲルダラーナーを引用し、スーザン・ビー・アンソニー、ソジャーナ・ナトゥルース、ハリエット・タブマンなどの業績を図書館や学校などで取り上げてほしいと希望するものだった。カーターは男女平等憲法修正条項にも言及したが、 これは批准されていない条項で、カーターの任期より後に、アメリカ合衆国憲法に追加された、修正第27条とは異なるものである。1981年、女性習慣が広く知られるようになったため、それに応えるべく、ユタ州選出共和党所属の、アメリカ合衆国上院議員オリーン・ハッチと、メリーランド州選出民主党所属の、アメリカ合衆国会員、 バーバラ・ミクルスキが共同で女性週習官を宣言する初めての両院決議を出した。議会はこの決議を広報97から28として通した。この法案は大統領が1982年3月7日から始まる週を女性週習官として宣言する権限を認め、そうするよう求めるものだった。その後数年にわたり議会は3月の週を 女性死習慣とする両院決議を出していった。アメリカ合衆国中の学校が地元で女性死習慣を祝うようになり、さらに女性死月間も始まった。1986年までには14週が3月を女性死月間とするようになっていた。女性死月間1987年全国女性死プロジェクトによる生願の後、 広報100から9が議会を通過した。これにより、1987年3月は女性死月間となった。1988年から1994年の間、議会は毎年大統領に3月を女性死月間とする権限を認め、そうするよう求める、さらなる決議を出した。1988年以降、アメリカ合衆国大統領は、 毎年3月を女性諸月間とする宣言を出している。州政府の教育部門においても、教室での両性の平等を推進すべく、女性諸月間を祝うよう促す活動が行われるようになった。メリーランド州、ペンシルベニア州、アラスカ州、ニューヨーク州、オレゴン州などで、すべての公立学校向けにカリキュラムで使用する教材が作成、反布され、このため、 エッセイコンテストのような教育イベントも行われるようになった。数年のうちに多数の学校やコミュニティが女性刺月間を祝うようになった。政府や地方自治体、学校、アメリカ議会などからの支援を受け、歴史と社会における女性の役割について考えられるようなプログラムが計画されるようになった。民主党全国委員会や共和党全国委員会のように、 女性死月間を記念する宣言を出している組織もある。2011年3月、バラク・オバマの大統領府がアメリカの女性、社会的及び経済的福祉指標という報告書を出した。2011年現在におけるアメリカ女性の地位と今まで女性の地位がどのように変化してきたかを示すものであった。1963年にジョン・カイ・ケネディ政権下で エレノア・ローズベルトが中心になって女性の地位に関する報告書が出されたことがあるが、それ以降としては初めての連邦政府による包括的な報告書であった。全国女性史プロジェクトは毎年テーマを決めて女性主月間を祝っている。1992年、カナダにおいて女性主月間が宣言され、目的はカナダ人が年齢にかかわらず、 女性が我々の社会や今日我々の暮らしの質に対して及ぼしてきた重要な貢献について学べる機会を持てるようにすることだとされた。10月が女性刺月間に選ばれたが、これは10月18日は、エドワーズ対カナダ裁判、通称、パーソンズ裁判が決心した記念日として知られているから出る。この裁判においては、カナダ女性はカナダ元老院議員に任命される。 権利を持ち政治的権力を有する地位に関して一般的にカナダ男性と同等の権利を持つということが確定した。女性主月間が最初にオーストラリアで祝われたのは2000年である。全国女性メディアセンター主催者であったヘレン・レナードが女性選挙ロビーと共同して始めた。女性主月間のイベントは2014年までは 毎年オーストラリア女性誌フォーラムが中心となり、毎年テーマを決めて、計画、実施していた。イギリスにおける女性誌月間は、2011年と2012年には、公式サイトが設置されて実施されたが、その後公式サイトの更新は行われていない。メディアではその後もたびたび言及されることがある。日本では女性誌月間のイベントはあまり行われていない。 中日アメリカ合衆国大使が横田基地で女性主月館のイベントを開催したことがある。ありがとうございます。